さもさだ。もさもさですね。はい、昼下がりの午後、よくわかんないけど、心拍ですね。冬場この時期、まあ何するのっていうちょっとしたお手入れをしたいと思います。3つあるんでね。これは本当に防災 Q さん動画私出始めて2年前ですかね。11月ぐらい、多分一番最初の頃にまだ YouTube 初々しい頃に、そうですね、まだやったやつだと思いますけど、だいぶ太りました。あ、これがね、倍ぐらい太ってですね、これね、本当の幹の芯だったんですね。シャリが入っててギュッと曲げた時にボキッと折れて、まさしく骨折ですよね。シャリが出てきちゃったって、うん、で、まあ、冬の作業どうしようかっていうことで、ちょっとお手入れをやっていきたいと思いますんで、ちょっと大きいやつ、こっちの方がいいか、これですかね、はい、草むしり草むしりもう放置しすぎなんで、草むしり、もうこの教室もそうなんですけど、一番最初まず草が入ってるとダメよっていうのはまず基本なんで、草むしりからやっていきます。細い木でね、こんなのいいですねみたいな話だったと思います。なんとなくそうですね、うん、心拍でこんだけ細く維持して分陣で作る、うん、でこの大きさ、そうですね、この大きさってことですね、うん、まあちょっと先端先積んじゃいますかね、うん、こういうところのやつを積んどくだけでもだいぶこう玉っぽく見えると思うんで、うん、もうひたすら先端と積むだけなんで大した作業じゃないですけど、目摘みですね、目摘みですね。うまいった、この残ったところのね、この成長点が大事なんで、来年の春そこに力を集中させるっていうことで、はい、徒長したところを包むということです、はい、こんな枯れ枝も出てきましたんで、こういうのも整理ですね。やっぱ下の枝が枯れやすい、うん、なんですね、やっぱこう隠れてたからなんでしょうね、うん、針金はね、ないんで枯れてるってことはやっぱり日が当たらなくてということですね。ある人がね、木は自分でいらない枝は枯らすって言った人いますよね、うんうんうん、名言ですよね。なかなかすごい哲学的な話ですよね、うん、自ら落とすから自分でって。で、あとは枝分かれの葉っぱをですね、ちょっと抜いていっちゃいますね、はい、上の方から、あ、まだあった。これはもう本当に簡単なあの冬場の整理ということでいきます。枝の股の間の、これはそうですね、まさしくここ枝の股のところですね、うん、ですし、あとは懐のひもっぱっていうんですかね、こういうのも少し取っちゃいます、はい、こういうのも少し取って、ちょっと枝分かれをきれいに、そうするとなんか小枝がね、これもここなんかもそうですけど密集して、こういうのもちょっと取ってきますけど、まず先にちょっと、はい、はい、整理してきますね、きれいに。もうなんかやっぱり枝が増えてますね、なんか元気ですよね。元気ですね、元気になりましたね。元気元気元気な子供は股間がしおって、よくこれ使えないですね、うん、よくわかんない使っていきましょうか。よく、いやいや、ありましょう私の品位がやってきます、はい、あ、ここなんかもそうですね、枝がね、3本集中しちゃってるんで、はい、とりあえず一旦ちょっと見やすくするために整理して、で、枝を抜いていくようにしますね、はい、ではしばらくお待ちください、はい、待ちください、はい、とりあえず枝元の葉っぱをですね、きれいにしましたということで、はい、股をきれいにしましたということですね。で、これだけきれいに、まあ、割とすっきりとね、見えてきたと思いますね、うん。で、ここでようやく不要な枝を抜いていきましょうということですね。例えばこういう枝、ここですと、ここ密集してますけど、ここに枝が1、2、3、まあ4ですけどね、これとこれが貫抜きなんですね。同じところから両方いっぺんに出てるっていうのを貫抜きっていうんですけど、貫抜きってこうまっすぐ1本に対して横に出てる、なんでこいつを抜く、はい、で、上の枝はですね、よく下の枝と上の枝取るんですけど、上の枝ってここら辺を間をこう埋める役目もしたりするんで、とりあえずこれは残しといていいです、で、もっと言うと、足元までたどると この枝がありますから、うん、これを抜いちゃってもさらにいいというところですね。右左に枝ができる、あ、そうですね、そうですね。で、こっちにあって右になっちゃってて、うん、で、これがなくてもこれがこう寄ってくればこの枝行き場がなくなるんで、まあ、抜いてもいいと、はい、抜いちゃいますか、はい、整理だからね、枝の整理っていうことなんで、冬場の、作業ということで、うん、はい、これもごちゃごちゃっとしてますね、はい、こういう場合は一つはここは下向いてますんで、ね、いっぱいありますよね。これですね、ここら辺もまあ貫抜きじゃないんですけど、まあ、非常に近いんで、まずこれを抜きます、はい、下向いてるし、はい、で、これもですね、ここの枝がありますんで、これ下向いちゃってるんで、なんか盆栽世界さんの取材みたいですけど、いいですか、はい、はい、抜きます。これもいいな、こういうのもちょっと使いづらいんで切っちゃいますね。
こんな感じで進めていって、まあ、こうピンポン玉みたいなの作っていくと。そうですね、ピンポン玉みたいな。この木だと、はい、いい部分、ね、で多分その幹の曲がってるところじゃないですか。そうですね。そこを今隠してたのを見えるように、見えるんです。まあ、スッキリさせて、でなおかつこう少し下ろしてね、して今言ったこの辺の動きを見せてあげるということですね。いうことです。これはね、ここは結構悩ましいです。はい、こう4本ありますね。まず一番いらない枝どれかっていうと下の枝、うん、こいつがいらない。で、2本残すんで、これは周ですから、まあ、これとこれ横に向いてるのがいいかなと、はい、これがね、さっき言った少しこちら辺、こっちの方から出てくれば、まああってもいいんですけど、3本集中しちゃってるんで、これがいらないかなというところですね。これ抜いちゃいましょうか。はい、ということでこんな感じで、あ、これもですね、これも下から出てますね。こういうのをでもスッキリしましたね。そうですね。はい、はい、ではこれをもうちょっと続けて、はい、いきますんで、でこういう細かい枝でも型を見せるみたいな、はい、あ、そうですね、考え方で、ね、そうですね、そうですね、うん、これはもう明らかにこの枝とこの枝があって、いわゆるまあまあまたっていうかね、どっち生かすのって言った時にやっぱりこっちの方がこう二股になってていい枝なんで、これは抜くと、はい、はい、はい、いう感じで小枝小枝ですね、小枝小枝が見えていくように、整理をしていきます。このようにして整理をして、はい、整理をしていくと、いくと。前の方もやっぱこの辺の枝の出だしみたいなところ、うん、さっきまで見えなかったのが、うん、もう見えるようになって、なってきましたよね、はい、初心者向けの。ありがとうございます。そういう方はね、ありますもんね、初心者なんだけどって。そうです、初心者向けにやると、フロートの人が不満を言うそうですね、フロート向けにすると初心者の方が不満を言う、はい、そうですね、のパターンもあるんですけど、難しいです、難しいですね試行錯誤しております。そうですね、いろんな、はい、まあ、バージョンを作っていけば、そう、はい、でちょっと幹も磨きますかね、幹をね、はい、少し。幹はね、心拍は好みがあって向かない方がいいっていう人もいるんですね、中にはね。それがまあ自然だと、手が入ったというね、うん、そういう人もいますけど、まあ、比較的この赤い肌を見せるのが好きだ、うん、好きだって人が多いですよね。展示会とか出てるのは向いてますけどね、向いてるのが多いですけど、向かない人もいるんです、展示会で。展示会で、うん、います、います。綺麗になりましたね。あ、そうですね、こんな感じでだいぶ、うん、いわゆる冬場のお掃除っていうことではこれでいいと思いますね、うん、はい、枝が見えるようになりましたね。枝が見えるようになったですね。あとはね、これだけだけどちょっとやるだけでね、ここら辺の幹の動きも全部見えるし、うん、そうですね、うん、だからあとやりたい人は、やりたい人っていうか私しかいないからこれ誰が動ければあの、ね、またちょっと変わってくると思いますよ ね、 そうですね。これもこう段差をね、こういうのがあの段差をつけて、あの真っ平らになっちゃってるんで、こうですね、でこういう風にですね、でこれ一つ今こっちの方が上に上がっているようにもう見えますけど、また一つお勉強ですけど、はい、幹からこう降りてきてますんで、上にある枝、これが基本は上になります、はいはいはい、でこっちは下ですから、下っていうのはこの太い枝、芯ですから、そうですね、こっちから下にどん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 伸びていくわけですね。なんで枝を作るときはこういう作り方をすると、うん、いうのは基本だということですね、はい、はい、また一つ勉強になっちゃった教育的な教育的な、はい、はい、ね、今これ上がってますもんね、こっちがね。そうですね、はいはい、まあ、自然上向くんでしょうね、うん、向くんでしょうけどね、はい、ちょっとだけかけますか、かけますか、だいぶこれ1本になっちゃいますね、うん、じゃあ18万でなんやかんやありましたが、針金かけるというやっぱりあの我慢できなくなっちゃうんですね、我慢できなくなっちゃったと、ね、本当は3本これをやるはずだったんですが、え、そう、というかこれはもう葉っぱ取って終わりのはずだったんですけど、かけたくなっちゃった、かけたくなっちゃった、なんで動画は2本に分かれます、分かれますということですね、はい、助かります18番で小枝だけですね、はい、はい、まず頭がどっちなのって話、はい、じゃあちょっとかけてみますね、はい、あとこういう下の枝もう一回抜いちゃいますね、はい、かける枝はそこの枝、これとこれが上に上がっちゃってますよね、うん、で頭がなんかこうはっきりしないんで、これの頭とこれを下げて、でこうさっき言ったこう段にしたいですね、まあ、2本ぐらい、2本ぐらいで裏の裏枝もなんかちょっとこう2つぐらいに、はい、したいですね。もうとりあえず18番だけで仕上げるっていう針金掛けしましょう。なるほど、あの面倒くさがり屋なんで、はい、とは太さによって変えるといいんですけど、
18番で仕上げるっていうのは一つキーワード面白いかもしれないですね。なんかそもそも導線使わないかあんまり。でも導線使う人もいいんじゃないですかね。え、結構なんかショップでもアルミ線と導線両方買う人が多いですよ。あ、そうですか、はい、あ、この動画でね、小白は導線だよって言ってる、もし影響があるんだったら嬉しいですけど、アルミ線でもいいんですけど、ね、うん、そうそうそう、アルミ線でもいいんです。イケメン、お、これまたかっこいい。あ、それ、これあの買ったんですよ、あの高松で、めっちゃいい、めっちゃ良くないですかこれ。あれまた発祥がいい。あ、根も面白いですね。イケメンが高松で買った御用。これいいじゃないですか。構想は？構想はまず自分で。そうですね。言ったって。あ、ちょっと。ここがすごいなんかこう、なっちゃってるんで、うん、手前に戻すか、こっちに持っていくか、悩んでるんですよね。なるほど。まあここはね、ちょっと抜くかもしれないけど、ああ、確かに、タン抜きとかね、いっぱいあるんだけど、でも商品そんなに無理してやらなくてもいいんで、これを多分下げるんでしょうね、私。うん、これを下げるのがいいのかな。ただこれがね、前なのか、強引に裏枝にするのか、面白いじゃないですかね。こういう値切れいいですよね。いいですよね、これ、うん、僕も欲しかった。YouTube チャンネル、あ、盆栽京四郎チャンネル、やってないんですね。場所もいいな、それな。そうですね、いいなと思って。今日も可愛いですね。細かい針金かけたくなっちゃったんだけど、18番でって言っちゃったから、そうです、とりあえず18番でお手軽針金かけ、そうですね、もう1本だけで、うん、1本だけでとりあえず、うん、冬のしつけをするっていうところですかね、うん、要は大きい枝だけとりあえず形作っとく、そうですね、ってことですかね。そうですね。で、1本の針金かけるっていうと割とあの針金かけも楽なんで、うんうん、18番でやるって言っちゃったから、18番でやるとおっしゃってました。言っちゃってましたよね。どうしたんですか。いやいや、ちょっと細い枝なんですけど、はいはい、しょうがないなっていう。編集でカットします。いやいやいや、でも、本当は22番ぐらいでかけたい、抑えるだけなんでね。そんな18番なんか使わないんだけど、うん、棚っぽくなった。棚っぽくですね、うん、これをね、結構使う人がなんか、はい、うん、出てきたみたいなんで、これだとまっすぐのストレートのやつをね、使う人もいますけどね、うん、いや、まあ盆栽界に少しでもね、貢献できればということで、ちょっと枝一本切りますね。はい、これですね、こう2つ並んでて、このスーッて落ちを見せるためには両方取っちゃってもいいんですけど、とりあえず1本だけは後ろへ持っていこうと、うん、右に枝が2本並んでるってことですね。あ、そうですね。で、これは取っちゃいます。はい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 、はい、あ、ちょっと18番かけたいんだけど、とりあえず22番でん18番、あ、じゃあ22番かけたいんだけど、18番で仕上げるって言っちゃったんで、はい、3、4回言ってますよね。ね、言ってますね。なんか本当にかけたいんでしょうね。本当にかけたいんですよね。もうかけてないんじゃないですか。かけるじゃねえかって、ね、22番まあでも18番だけで今これの状態です。え、ということですね。ちょっと嫌なとこも出てきましたけど、嫌なとこ、とりあえず、うん、あのね、足元がちょっと大人しすぎちゃったかな。ここの動きが見えるところ、はいはいはい、この頭でこうするとちょっと頭が隠れちゃうと思うんで、幹の動きが、でかといって、まあ、一応流れはこちらなんで、ここですかね、うん、そんな感じで、まあ18番だけで、それも何のメリットもないんですけどね、とりあえず18番だけで棚を作りましたと、はい、はい、いうことで、分かりやすくなります。分かりやすくなりますからね。まあ幹のね、動き、幹の動き、枝の動き、多分ごちゃごちゃごちゃっと最初なってたと思うんですけど、うん、フルッパーを取って枝をいらない剪定して針金をかけて棚を作ったと、はい、なるほど、はい、いうことですね。で、あとはもう来年今度もう三つ実だけってことですね、これでね、うんうん、全体的にちょっとこう起きてくると思うんで、はい、もうということで冬の作業、うん、新白第一弾
終了ということですね。さっき言ってた、ちょっと嫌なところ、ここがね、ちょっと大人しすぎちゃうんですよ、幹が少し、まあ、でももう曲げられないですよね、ここ。もうそうですね、シャリで、そうですね、シャリがね、シャリが幸い、ここから今入ってますけど、こうぐーっといって、多分正面来てるんじゃないですかね、ねじれてると思うんで、まあそこら辺でどんだけ変化があるか、変化をつけるかですね、まあ今日やんないですけど、シャリを少し広げるっていうのはやってもいいかもしれないですね、はい、ということで、ということで次は、もうこれは来週は来週同じ服着てますけど、はい、まあ過去に作ったこの心拍も元気ですと、元気ですね、その後どうなったっていうのが元気にやってますよ、でだいぶ太りましたっていうことですよね、はい、だからやっぱりこれ以上太らせたくないんで、葉っぱの数を減らしていくと、はい、はい、というところです。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、盆栽やってるとこうじゃなきゃいけないとか、ああそうそう、いろいろありますけども、こんなの盆栽じゃないとかよく言われますけど、いやですね、そんな畳み込んだらおかしい、そうそう、ね、そんなの自然じゃないっていうこと、いいじゃない、いいじゃない、そうですね、いいじゃない、そう、そう、まあ、前もだから言ったから、自然の、描写ではないんですよね、自然を盆栽の上で表現するんであって、そこには必ずそういう芸術性というのが入るから、そうですね、でその芸術性だって、そんなここの枝が頭だとかね、なんだとかっていうのは、もうまさしくそういう芸術的な観点から言ってるわけなんで、手が入るんだけど、その作為はできるだけ感じさせない方がいいという、まあ、だんだん難しい話に入ってくるわけですね。まあ、よくあるのが、こんな曲がった木はないみたいな、いや、あなた山の高いところの木見たことあるの、って話みたいなのって、もう何ともやってるじゃないですか。やってますね。だけど、まあ、否定する前に、なんかね、一回噛み砕いてほしいですよ、そうですね、それで吐き出すでもいいけど、そうですね、なんか鼻から否定しないでほしいなって思います、もうやってることをね、否定したいんでしょうけどね、新しいことやると必ず反発ってあるので、ありますよね、この間の RTA も批判コメント来ましたけどそうらしいですね、だけど結局ね、それはまあ新しいことやってて、そういう反発があるってことだと思って、そうですね、まあ、どっちの意見も聞きますよと、そうですね、楽しくいいじゃないかって、まあ、僕のファミコンにもみじ植えたやつほどは言われなかった、あれね、あれは盆栽じゃないですもん、ない、そうね、でもね、いいじゃないですか、いいじゃないですか、ね、そうそうそう、やってみないと、でみんなにダメージがいかないように自分でやったんだから、そう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 、いいじゃないか、いいじゃないか、ね、別に文句言うんだったら見なきゃいいだけじゃないか、そうじゃないか、ね、という、またそんな話になっちゃいましたね、もう見るのやめますって来ました、やめますどうぞ文句言うならどうぞ、そう、ね、見なくて結構です、批判のコメントが来るぐらいだったら見ない方がいいです、ね、こっちも、あ、いいです、そうですね、ってことですね、ね、気分も悪いでしょうからね、見てね、こっちも悪いですから ね、言われたら、お互い、そう、できれば文句を言わずに見ないのが一番ってことですよね、まあ、無料で楽しんでる、楽しめるものを提供しているという、そうですよね、私だってね、皆さんのためにと思ってやってるわけですね、やってるわけでね、こっちの気分もよくさせてほしいですよね、そう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 、すいません、いまだにそうですよ、もう言われますよ、家族から、なんでやってんの、まだ言われますか、まだ言われますこんなに人気者なの、なんでやってんの、いいじゃないかって、そう、ね、そうしか答えようがないんですよね、そうですね、結局、まあいいじゃないかですね、そう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 好きだからいいじゃないか、いいじゃない、ね、好きな人が見ればいいんですよね、そうですね、好きな人が好きなようにやって、あ、そんなやり方もあるんだなって、合う合わないは絶対ありますからね、そう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 、だから私が作ってたってそうじゃないっていう人多分いっぱいいると思うんで、それは一つのやり方だっていうことで、そうですね、ね、いいと思いますね、いいじゃないか、はい、いいじゃないか、自由でいいんだね、それも来ますよね、コメントでね、そう、あ、昼間さん、そっちもコメントありますね、ありますよね、昼間さんなんか常にチャレンジしてる、自由でいいんだ、決まりはないんだって、盆栽の世界ってやっぱプロの人が今までそういうのを発信してたから、そうですね、失敗を見ることって少ないと思うんですよね、あ、そうですね、そう、そうですね、そう、だからあとこういうね、その後どうなったとかっていうのもここから来てましたね、ちっちゃいやつとかね、その後の成長が知りたいとかね、そうですね、実は昼間さん枯らしてんじゃないかとかね、そう、元気です、元気、はい、その子もこう追っていけると、追っていけるっていう、だからもう最初から見返していただきたい、あ、そうですね、2年前から一人、
倍見れば、1人1回多く見れば、そうですね、僕の再生回数も2倍になるんで、そうです、そういうことですね。助けてください。はい、私が1人で頑張ってね、100回も200回も見てるんじゃちょっと、ね、最近川崎先生の動画が伸びてますんで、ああ、そっか、あやばいですよ、まだに、負けちゃうか、12、3万回言ってますよ。ああ、負けちゃうって言っちゃいけないんだな。最初から勝ってるわけじゃない。勝負ですよね、昼間のね。私はできるだけ川崎先生とカンちゃんのは1回は見るようにして。自分のはね。自分のはもう何十回何百回って見て。そうそう、再生リストの作り方もね。そうそう、これで来ました。ライブラリーじゃないですか、何でしたっけ。再生リスト。再生リストか。自分のばっかり見るっていうね、コツコツ努力してるんです。努力してる、そうなんですよ。私はそう、再生涙ぐましい努力をして、涙ぐましい努力があるんです。私にとっては何のメリットもないんだけど嬉しいってだけですよね。でも全国規模ですよ。そうですね、本当に、みんなに愛される昼間さんに、いやいやいや、愛されてると、だから見てるしか言わないですからね。見てますよと言われるけど、愛してるとは言わないです。女性の方女性の方ね、女性の方だ、ないよな。ちょっとおまけにしても長すぎますね、話がね。そうそう、そろそろ終わりましょうか。はい